重心化マルコポーロのステータスこのようになっております。はい、こうアンチウィンドウ、うん、でゲージでアンチ重力バリア持っておりますので、はいはい、3つのギミックに対応できますし、うん、こちらすごいたくさん持っております。すごいなんで魔封じ M と源流封じ M ということで、はい、魔人魔族源流ドラゴン4つの種族に対して攻撃力が2倍になるということで、しかも M ですよ。 M ですよ。素晴らしい。本当ですよね。もともとね進化の方でドラゴンと魔人は持ってたと思うんですけど、うんうんうん、また2つプラスされて、素晴らしい。その平相手には結構な火力を出せると。はい。そして友情コンボメインでエナジーソード、うん、そしてサブで超強拡大貫通ロックオン衝撃波ということで、エナジーソード来た、来ました。こちらね降臨ですとね、あのマーチが持ってると思うんですけど、うんうんうん、ガチャゲンのキャラで持つのは初ということで、うん、結構な威力ねあります。このサブの方でザコとかを倒しつつも、うん、このねエナジーソードでメインのボスとかを確かに倒していい相性のね、うん、友情コンボを持っております。はい。そしてストライクショット貫通タイプになり、壁に触れると反射タイプに戻る、うん、ということで、こちら8ターンでね1段階目は打てますし、はいはい、ボスのねあの、うん、裏に弱点あって行きづらい時とかに使うのもあるですし、うんうんうん、もしなんかこの暴れてしまう時とかもね足が速いのであるとは思うんですけども、うん、抜けちゃったりとか、ね、正直ね友情を使いつつダメージを出していくのもいいですし、うん、なんせ攻撃力がだいぶ上がりますので、確かに結構な威力でこれゴリッと削っていけるストライクショットとなっております。他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上重心化マルコポーロでした。お楽しみに。バイバーイ。